4月1日、月曜日、午後6時30分、日本時間、TBSCDTV ライブにおいて、ナンバー、アイが出演することが決定しました。これは、なんと4時間半のスペシャル番組です。4月1日の夜、日本時間午後6時30分に、ナンバー、アイが TBSCDTV ライブに特別出演します。このスペシャル番組は、なんと4時間半にも及びます。このお知らせを聞いたとき、私は本当に興奮しました。 なぜなら、ナンバー、愛のファンとして、彼らのパフォーマンスをテレビで見ることができるなんて夢のようなことだからです。以前、私は彼らのライブパフォーマンスを観に行ったことがあります。その時の熱気と興奮は今でも鮮明に覚えています。しかし、テレビでのパフォーマンスはまた違った魅力があります。家の快適なソファーに座りながら、スクリーン越しに彼らの魅力的な演出を楽しめるなんて、本当に贅沢な体験です。 この素晴らしいニュースを聞いて、私は心から感謝しています。ナンバー、愛をテレビで見る機会があるなんて、本当に嬉しいです。演技の素晴らしさをたくさんの人々に見てもらいたいですね。CDTV ライブに出演するナンバー、愛の姿を想像するだけで、楽しみが止まりません。どんなステージセットになるのでしょうか ?4 月1日がますます楽しみになりますね。しかし、このテレビ出演の裏側にはどんな努力があるのでしょうか アーティストたちは、スポットライトの前で輝いているように見えますが、その裏では何が起こっているのでしょうか実際、このような大規模なテレビ出演には、準備や練習、そして綿密な計画が必要です。アーティストたちは、曲や振り付けの練習に時間を費やし、ステージ上でのパフォーマンスを完璧にするために努力しています。CDTV ライブは常に素晴らしいステージセットと演出で有名ですが、今回のナンバー、 愛の出演でどんな驚きが待っているのか、想像するだけでワクワクします。彼らの独創的なパフォーマンスと華やかなステージが組み合わさったら、間違いなく私たちは圧倒されることでしょう。ファンとして、彼らのテレビ出演を心待ちにしています。また、ナンバー、愛の魅力がより多くの人々に伝わることを願っています。彼らのパフォーマンスは本当に特別で、それを見逃すことはできません。 しかし、この出演がファンにとって楽しいものである一方で、彼らのスケジュールやパフォーマンスへの圧力も考えなければなりません。数々のファンが期待を寄せる中、彼らがどんな準備をしているのか、そしてどんな気持ちで舞台に立つのか、興味深い点です。また、このような大きなイベントには、ファンとのコミュニケーションも重要です。ファンのサポートや応援があってこそ、アーティストたちはより力強くステージに立つことができます。 そのため、アーティストとファンの絆は非常に重要です。ファンからのサポートは、アーティストにとって大きな励みとなります。さて、あなたはナンバー、愛のテレビ出演を楽しみにしていますか彼らのパフォーマンスをどんな風に期待していますかそして、あなたが思うテレビ出演の裏側の努力や準備について、どのような考えをお持ちですかナンバー、愛、no. のテレビ出演が近づくにつれて、ますます期待が高まりますね。 彼らの素晴らしいパフォーマンスを見逃さないようにしましょう。さて、あなたはナンバー、愛のファンですか彼らのテレビ出演を楽しみにしていますか彼らのパフォーマンスに期待することは何ですかそして、彼らの出演がどのような反響を呼び起こすと思いますかぜひ、一緒に楽しみましょう。